では行きましょう。ジャズ歌う人のやつじゃないよ。本当ですね。一部分を使用してスイングの曲をノリのいいリズムで練習する方法を一緒にやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ではそれでは早速やってみましょう。楽譜の C の部分をご覧ください。リズムを見ていただくと8分音符、3連符、あと4分音符などいろんなリズムで書かれているんですが、一つ一つがどういうリズムなのかっていうのはもう皆さん理解しているっていうことを前提にちょっとお話しするんですけれども、このまずはこの8小節間を、メンバー全員で、はい、口で歌ってみましょう。最初のカウントだけするので、ただダバダバと歌ってみてください。歌か音程、音程つけたの音程つけたの。はい、では行きましょう。歌う人のやつじゃないよ。本当ですね。何が始まるの？いきまーす。何が始まるの？ワン、ツー、ワン、ツー。ダダ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 。このように皆さん歌うと思うんですけれども、今回注目すべきポイントはノリのいいリズムで歌えているかっていうところに注目していきたいと思ってます。特に今みたいに譜読みをしている時とか、あと一人で練習している時に、一個一個のリズムの方にこう意識が行き過ぎて、こう楽譜を読むだけみたいな作業に、今みたいな感じですね、なんか棒立ちでただただ文章を読んでいるかのような感じの作業になってしまうと、実際にこうアンサンブル全員で3入ってした時なんかに、なんかこう合ってるんだけどこうノリが悪いなとか、なんかずれてるような、合ってるのかわかんない、かっこよく決まらないなとか、あとまあ皆さんがちょっとこう指をミスしてしまった時に途中から復帰できないような状況になってしまうんじゃないかなというのがあるので、一人で練習している時から自分でノリですね、例えばこの曲だったら自分はこういう風に乗るかなみたいなのを、まあ、曲によって違うと思うので、一度こう曲を聴いた時にこう縦乗り、こういう風に乗る曲なのかこういう風にこう自然と横に揺れる感じなのかっていうのをちょっと一回考えてもらってから読みするといいかなと思います。今回のようなミディアムテンポのスイングだったら、自然とまあこう2拍目4拍目のところに手拍子だったりフィンガースナップを入れながら歌ってみるとノリが出てくるんじゃないかなと思いますので、それをちょっと試しにやってみましょう。はい、では行ってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。ドゥダダ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 。ノリが出てきましたよね。なんか私もカウントの時なんかワーン。カウントの仕方変わるみたいに、やっぱこういう感じで楽譜を読むんではなくて、演奏っていうのは音楽なので、こうみんなで
乗って演奏するっていうのが大事なので、ぜひ吹く前の譜読みの段階から乗ることに慣れておくといいと思います。今度は足で、まあ、吹いてですね、2と4を取りながら演奏します。はい、ワン、ツー、ワン、ツので、皆さんでぜひぜひあのこの曲だったら2拍目4拍目で足を踏みながら吹いてみてもいいんじゃないかなと思います。あの必ず譜読みの時もぜひぜひノリノリで演奏してみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ではいかがでしたでしょうか。次回はですね、美咲ちゃんがタンギングについて教えてくれますので、ぜひぜひ次の動画もチェックしてみてください。2020年12月12日川口キャバリーノで行うフリックの詳細は概要欄にありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そしてキャッツのホームページからグッズや楽譜、CD、過去の写真など全て見れますので、全ては言い過ぎて見れるので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。ではバイバーイ、またね。